中国の農業社会の中では新しい文化、技術がま濃密に交流をするとで。それ以外のこう東アジア諸国とはまあ非常に限られた分野でまあ,ある程度の交流はあるけれどもそれぞれ違う社会を形成していてそれにこう都合のよいものだけこうまあ受け入れているという。 でしかしそれでもやっぱりまあこういう交流する社会は東アジアという一つのくくりでできるところでありますがそれらは南アジアとか中アジアとか北アジアとかには広まらないっていうことでこういう形でまあ非常に社会が変わっていくとそれからまあそこで生み出されたものはあるこう特定の社会の中で共有されてそれ以外のところではまあ若干交流の跡がたどれる程度という。 それがまあ、この農業開始期の頃の東アジアの文化交流を示していると考えられます。ありがとうございました。